俺の名はカルナ。クラスはサンタだが、ボクサーの可能性もある。思うに、俺はサンタの門をくぐったばかりなのだろう。自身が成長できるよう、一人前のサンタになれるよう、これからトレーニングに励むつもりだ。よろしく頼む。少しはマシになったかもしれんが、まだまだだ。サンタの道は長く険しい。マスター、これからもロードワークに付き合ってもらうぞ。成長はしたが、階級は変わらないようだ。動きが軽い。いい調子だ。サンタとしての確かな進歩を感じる。マスター、いつ次のマッチを組んでくれても構わないぞ。どうやら、一つの頂へとたどり着いたようだ。しかし、サンタの道はこれで終わりではあるまい。俺はこれからも拳を磨き続けると誓おう。その果てに何が待っているのかはわからないが、少なくとも、俺はチャンピオンベルトに興味はない。それは、ここまで付き合ってくれたお前の腰にこそ巻かれるべきものだ。何？いらない？いや、ぜひつけてほしい。俺が見たい。ラウンドが進んだな。拳にも力が入ろうというものだ。助かる。室内でのトレーニングにも限度があるな。次は外だ。マスター、自転車にミットを乗せてついてこい。サンタクロースの使命とマスターの命令、両立は不可能ではないはずだ。何しろどちらも人を喜ばせるものだからな。マスター、お前は俺のよく知らぬクリスマスというものに対するアドバイザーであり、リングの脇に立つセコンドのようなものだ。俺の戦いと成長は俺自身のものだが、頼りにはしている。マスターは知っているか、あの双子、妹の方はボクシングの達人だ。もっとじっくり手合わせしたいのだが、兄の方がいつも邪魔をしてきてノーコンテストになる。困ったものだ。いや、兄弟仲が良いのは素晴らしいことだとは思うが、正直なところ、ローマの神祖からは多くの気づきを得ている。そう、男の拳の可能性は無限なのだ。だから彼はランサーであり、今の俺はセイバーとなった。いつか手合わせを願いたいものだ。アルジュナか。どういうわけか、かつてシ・ドローナの下で共に学んでいた時のことを今の俺はよく思い出す。懐かしいな。俺とタイプは違うが、誰もが立派なサンタクロースだ。学ばねばなるまい。ブリトラよ、何を奪おうが何を隠そうが、人は必ずその苦難を乗り越えるだろう。たとえ神やサンタクロースの助けがなくとも、それが人の強さというものだ。アッシュバッターマン、日に何度も拳をぶつけ合うスパーリング悪友だ。真のサンタへと至るには、奴のような友人が必要なのだろう。俺は恵まれている。蝶のように舞い、蜂のように刺す。素晴らしい格言だ。素晴らしい格言だ。タオルを投げられるのは嫌いだ。体が動く限り、俺の拳はそれを最優先で撃ち落とすだろう。
聖杯。欲しいプレゼントはそれか。いいだろう。サンタにとって不足はない。クリスマス、もしくはそれに類する事件が起こっているようだ。動かねばならないぞ、マスター。急ぎの用があるのかも。そうでなければ俺はロードワークに出る。サンタにはトナカイがつきものだそうだが、俺には必要ない。プレゼント配りもロードワークの一環だ。ちょうどいい修行となるだろう。俺はサーヴァントであると同時に、今はサンタクロースでもある。マスターであるお前にも役割を一つ増やしてしまうが、サポートをよろしく頼む。何か間違っている気がすると。問題点、気づいた点があれば言ってくれ。全力を持ってこれを修正しよう。なるほど。クリスマスとサンタクロースという概念についての理解が一段階深まった。やはりお前に話を聞くのは有意義だな。感謝しよう、マスター。